皆さんこんにちは、チャンタイです。パープル2019ペナント実況プレイ始めていきたいと思います。今回はファイターズとの8回戦を届けしていきます。はい、ということで前回ですね、ライブ配信でペナントをお届けしました。ご視聴していただいた皆さんありがとうございました。はい、前回もですね、接戦で、もう本当にここ最近、もう接戦しかないんですけど、まあ、その中で本当に勝っててるっていうのがね、本当に、まあね、いい流れなんじゃないかなと思うんで、はい、今日もね、まだ、ちょっと、そうですね、まあ、ファイターズ戦結構久々で、前回も対戦してみてね、やっぱり、まあ、さっきも言ったんですけど、接戦だったんでね。はい、今日もね、しっかりと戦ってね、勝てるように頑張りたいと思います。あ、そうだ、あ、いや、普通ですね、調子。じゃあ、いきます。前回の動画とかでお伝えしたんですけど、今、先輩メンバーの中で先発回数が一番少なかったのが、ニャーとアミちゃん先輩だったんですよね。前回の試合までで。で、アミちゃん先輩前回先発したんで、今日ニャーですね。はい。意外だったんですけど、まだ1回しかないみたいなんですよね、先発。はい。ちょっと、みずきちゃんがなんかずっと調子が悪い気がするなぁ。なんか、投げられないかもしれないですね、このカード。お、あやめん絶好調、かっけー絶好調、すごい。なんか調子いいですね。あ、ちょっと待ってくださいね。まゆちゃんがいるから。DH どうしよっかなぁ。まだスタメンで、あ、ことこさん行ってないな。じゃあ行きましょうか。すごい、2、3、4がすごい、すさまじく調子いいんで、まあ、これ、この3人特に、打線引っ張ってる3人でもありますからね。はい、じゃあこれでいきましょう。札幌ドームです。北海道日本ハムファイターズ対乃木、8回戦の模様をお送りしてまいります。ファイターズの先発は左の加藤、乃木の先発はガラスの四冠王ナナ。この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。左の加藤、これが11試合目の登板。今日は配球にも注目したいと思います。はい、ファイターズ加藤投手ですね。対戦したかな、このペナントで。なんかしたような気がするんですけど、してない気も、まあ、ごめんなさい、覚えてないんですけど、すいません、なんか毎回これ言ってる気がするんですけど、はい、でも、まあ、球速そんなにないですね、はい。で、フォークはありますけど、球持ち丸持ってますけど、まあ、伸びとかもあるんで、どうですかね、そんなに打ちにくくはないと思うんですけど、調子も不調ですからね。あ、ちょっと思ったより落ちたな。あ、うわ、ストライクか。よし、OK。今日は2、3、4が本当に調子いいんで。もうスローカーブとかは変化量も少ないんで打ちやすいと思うんでね。今みたいにボールゾーンじゃなくてストライクゾーンに来た時にはね、しっかりタイミング取って。よし、さあランナー溜まってかっきり。ちょっとね、かっきりソロホームランが多いんで、ここでいきますか、スリーランでも。本当にかっきりソロホームラン、あ、やだ、結構いい感じ、なんか減速しましたね、打球が。そこそこ、ここで急に減速して。本当にカッキー、ソロホームラン多いかな、なんかそういうイメージすごいあるんですけど、
乃木先制のチャンスを逃しました。本当かな。どうすかね。マウンド上はガラスの4冠王7、これが7試合目の登板。どういった立ち上がりを見せるか。はい、じゃあ行きましょう。ちょっとにゃー、まあ、前々回のペナントとかもエースでフル回転の活躍してくれてなんですけど、ちょっとこのペナント防御率がね、今のところあんまり良くないんですよね。そこまで打たれてるかな、なんかあんまりそんなイメージもないんですけど、あでも投球回数もそこまで、まだ先発1回だんでそんなに多くもないはずなんで、多分すぐ良くはなると思うんですけど、抑えれば、うん、追い込んでいます。よし、ね、これ西川選手と太田選手はね、なるべく抑えたいんで、まあ、最悪ヒット打たれてもいいですけど、まあ、打点とかホームラン、打点がついたりとかホームランじゃなければね、オールスターですね、そこまで投票数が一気に増えたりしないと思うんで。第5球投げた、もう低めボール球、ああこれうまく打たれた。ちょっと太田選手の前ランナー出したくないっすかったっすけど、まあ、ここを抑えるしかないな。これな、正直打点は確かに、うん、リーグトップなんですけど、打率とかホームランってもうユンちゃんとセイラちゃんの方がいいですよね。まあそんなこと言ってもしょうがないんですけど。第3球を投げました。決まったストライク。だからな、なんかね、やめてね、不公平だとか言ってるわけじゃないんですけど。空振り三振。低めの変化球です。でもやっぱり正直打率とホームランと打点だったら、やっぱり打点ってかなりあれだったと思うんですよ。チームへの貢献度って意味だと大きいと思うんですよね。うん。まずは見送りました。だからやっぱ打点は価値があるもんだと思うんで、自分も、うん、そういう意味ではもちろん太田選手は あれですね、オールスターファン投票が選ばれてて全然 OK。 いいバッティングを見せました。ちょっとヤンちゃんの打率が結構落ちて、まあ全然高いんですけど、うわー、あー厳しいボールだった。掴みました。ボールは中継。ちょっと打率が最近すごい下がってきてる気がするんだよな。ごめんなさい、ちょっとやった。第9。直球は外れても第2球。投げた。打ったキャッチャーの頭上。なんかヒットは出てんだけどな。2回の表が終わって乃木無得点で終了です。2回の裏、これからちょっとヤンちゃんもさすがに今オールスターのファン投票数結構集まってるんですけど、すでにさすがにこのままずっとヒットが出ないとさすがにね、ちょっと安心できないんで。空振り三振、7、見事なピッチングです。今日すごい三振取れてますね。いや、なんか第2球投げました。エースとして活躍した時のあのピッチングが蘇ってきてる気がしますよ、今日は。あー、フラグみたいになってる、もう。ヒットになります。打ったバッター一気に二塁へ向かう。ここですね。さあ先制のピンチで迎えるバッター横を見送ってボール。さあ次の投球、よしよしよし、ちょっとランナー止まりますけど、アウト。乃木なおもピンチが続きます。さあピンチが続く場面、岡健介選手が絶好調だからな。第9投げました。絶好調、ごめんなさい、ノリノリ状態なんでね。初球ストライク。第3球を投げました。あれ、なんかちょっとボールが、鶴岡選手ですよね。まだ2回ですけど、
そこまで無理する必要ないかな、ここ。よっしゃ、OK、危なかった。ナイスキャッチ。好プレーを見せました。スリーアウトチェンジ。では改めてリプレーをご覧いただきたいと思います。最後はいい守りを見せてくれました。2回の裏が終わりまして0対0、乃木3回の表、乃木攻撃に入ります。みかんの大物、そういえば前回ちょっとライブ配信ちょっと台風の日にお届けして、ちょっと台風が過ぎてちょっと被害状況がだんだんと明らかになってきてね、うん、本当に地域によってはね、すごく、特にあれですね、今回風というよりも水害ですよね、うん、もしかしたら見ていただいている方の中にもね、ちょっと今ね、普通の生活ができてないって方も、もしかしたらその停電とか断水とかですね、停電とか断水してる地域もまだ全然あるみたいなんで、ちょっとね、自分も一刻も早い、よし、OK、復旧をね、やっぱりちょっと今回自分が住んでる地域は本当に結構大丈夫だったんですよね、うん、だから、もちろん多少はね、物が飛んだりとかしてたんですけど、その台風が過ぎた次の日見たら、もちろん全くゼロってわけではなかったんですけど、やっぱりその停電とかもなかったですし、川が氾濫して、うん、その浸水したりとかもなかったんで、本当によかった、そこはね、自分のところはまあ、よっしゃ、OK、流しでこの札幌ドームで、今結構振り遅れてた気がしたんですけど、すごい綺麗に来ましたね打球。よし、OK、ナイスバッティング、よし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 。お、なんかちょっと打線が活気づいてきましたね。さあ、加藤投手、打たれ強さ F 持ってるんでね、こうやって連打でいけば。あ、しまった掴んで、これで3アウトになります。3回の表が終わって3対0。乃木先制点を挙げています。ファイターズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。バッター名刺する本当にこのね、最近台風の機会が本当に、まあ先日も千葉でもありましたし、まあ去年大阪か、大阪というか関西の方、うん、でもありましたしね、本当になんか最近ちょっといろいろ本当にあれですよね、やっぱり自分も一人暮らししてるときに、やっぱりこうなかなかその災害が起きた時の準備とかってあんまり、してなかった時期も結構多かったんですけど、うん、やっぱ今回のこととかがあるとね、まあ、人事じゃないですよね。その今回ちょっとその亡くなられてる方も結構本当にいますけど、本当にこう、なんていうんですかね、ナイスキャッチ。なんか自分も正直、今回ね、自分はまあさすがに大丈夫かなとかって、ちょっとこう、まあそのなんていうんですかね、住んでる地区というか、まあその水害とかはさすがに大丈夫かなとか思ってたりもしたんですけど、やっぱり実際はそんなことなくて、うん、そのもちろん被害に遭ってたわけじゃないんですけど、うん、本当に台風の勢力によっては分かんなかったっていうところがあるんでね、うん、
からしっかり自分は大丈夫だろうっていうのが本当に一番危険ですよね。クリーンヒットバッターランナー一塁蹴って二塁も狙う神奈川ツーベースヒットを放ちました。バッターは7番遠藤。第1打席はキャッチャーフライに倒れています。第2球投げました、見送ってボール。第3球を投げました、ボール。第4球を投げた、決まった、ストライク。1球見送りました。第5球投げた、打った、ピッチャーが、よしよしよし、これはいけるかな、どうだろう。嘘、マジか、思ったよりちょっと今結構自信があったからノーアウトだったんですけど、回したんですけど、うっそー。第2球投げた、スローカーボール。第3球を投げた、これもいい当たりだけど、佐々木いい当たりでしたがセカンドゴロで終わっています。乃木なおもチャンスが続いています。危ない球、よっしゃ、オッケー、セーフじゃないです。よし。入りました。4対0。さあ、リプレイです。本当にあれですよね。台風ってまだその来るのが分かるじゃないですか。急に来ないじゃないですか。なんかいきなり来るってないじゃないですか。だからやっぱりそういう自然災害の中でもまだ予測がつく災害なんでね、やっぱりしっかり、うーわ、抜けないのか。に阻まれました。スリーアウトチェンジ。最後はバックに助けられました。やっぱり準備はね、準備がまだできるんでね、まあ、ちょっと正直自信とかはかなりあれですけど、もう本当急ですけどね。あれ、よし、ナイス。よしよしよし、負けちゃいます。いいですね、今の大きいな。よし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 。いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。これで2アウト、ランナーありません。投球これから2球目、見送ってストライク、打ちました。オッケー、いやー、いいっすね。よし、3アウトチェンジ。7、見事ファイターズ打線を抑え切りました。今日もね、前回も結構あったと思うんですけど、守備陣が盛り上げてますね。加藤、ピッチャー帰ってきましたね。これが17試合目の登板。今日はどんな投球を見せてくれるのか。さあ、クモン投手、こんな感じだったかな、というか対戦したことあるかな、スライダーとシュートだけか。スライダー結構曲がりますけどね。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは期待の後継者田村、今日2打点を挙げています。あー、もうピッチャー正面アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッター長身のアーティスト有田、第9球、よし、手がまたカッキーソロか。まあでもさあ、これであれですね、新人さんいた本塁打記録更新じゃですかね。はい、やりましたね。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。今ちょうどペナントが折り返したぐらいなんで、これちょうど日本記録いくかいかないかぐらいのペースですよね。バッターは長打の魅力のスラッガー清宮、投げた、直球ストライク、インコースへ。第2球投げた、スライダー、ボール。投球がこれから3球目、本当になんかこう非常時の準備、まあ、特に食料ですけど、まあ、無駄にはならないですからね。まあ、保管しててちょっと、まあ、その
賞味期限とか消費期限が切れそうになったら、普通に食べればいいですし、結構あれなんですよね、非常食の定番といえば、皆さん何を思い浮かべるか分かんないですけど、定番といえば、乾パンだと思うんですけど、あ、やばっ、よかった、これ札幌ドームじゃなかった、スパンの入ってたな。自分結構ハンパン好きなんでそうなんですよね。そんなしょっちゅうは買わないですけど、でも普通にもうなんかおやつとして買うこともあるんで、そうなんですよ。美味しいですよね、ハンパン。なんかあんまり自分の周りにはいないですけど、なんかハンパン好きなんだって話してたら、なんか味気ないもんみたいな方が多い気がするんですけど、自分はそんなこと全然ないっすね。ボールはライナーで打ち上げた、ライトを掴みました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。バッターは9番鶴岡、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。なんか今回ですね、その台風が来るってことで自分もいろいろちょっと調べたんですよ、非常食とかについて。非常食ってこういう条件を満たさないと非常食と言えないとか、なんかそういう決まりがあるんですね。ちょっと気になる方見ていただいて、調べたら、インターネットで調べたらね、わかるんで、ぜひ興味がある方見ていただきたいんですけど、うわー、そう、乾パンってその条件みたいなのをもう満たしてるんですけど、もちろん、なんか結構いろいろありましたよ、条件、たくさん。第5球投げました、よし、いいっすね。とか今日三振何個取ってますかね。結構取ってる気がしますね。ゲームはこれから後半6回に入ります。バッター雪国の高田市神奈川、第2球投げました、打った、一二塁間への当たり、一塁をくるっとアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッター10年に1人の逸材遠藤、第1球投げました、あれセカンド右横のフライになりました。田中落下点に入った、田中取りました、これで2アウト、ランナーありません。なんか雲投手に変わってからあんまり振っててない気がする。今日はファンフライとセカンドが見送ってボール、投球これから2球目、外れてボール、第3球を投げた、よし、オッケーナイスオッケー、よし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 。コトコさん結構打ってますよね、これまでもね。打率も低くないんで、全然むしろ高いんで。さあセイラちゃん今日2安打、そういえばちょっと話変わるんですけど、前回のライブ配信でセラミューの、自分セラミ見に行ったんで、セラミのレポートさせていただいたんですけど、その時にちょっとセラちゃんが美脚だって話を自分したと思うんですけど、すごいびっくりしましたね。足がすごく綺麗で、いやらしい意味じゃなくそうってお話しさせていただいたんですけど、なんかそのセラミの千秋楽の写真がすごくこういろいろ公開されて、でそれを見たその乃木坂ファンの方々がこうまとめサイトでなんかセイラちゃんが美脚すぎるみたいな、なんかそういうなんか記事がすごいなんかたくさんあってそうなんですよ。だから先日その話しててよかったなと思ってよかったなっていうか、そうなんですよ、本当にそうだったんで、だって写真で見てもそう思うってことは、ね、自分実際に見て思ったんで、そうなんですよ、本当になんかその記事多かった気がします。なんかやっぱり、ああやばい、バレエやってたってのもあるんでしょうね。なんかバレエってこうなんか 細くてこうなんていうんですか、強靭なって言ったらあれですけど、強靭なって言ったらちょっと言葉が違う気がする。細くて強いなんか足になりそうじゃないですか。なんかやっぱり多分片足、全然詳しくないですけど、片足でターンとかするじゃないですか。ああいうのってこう片足で
多分自分の体支えないといけないんで、多少筋肉的なものもつくと思うんですけど、うん、だけどやっぱ細いですよね、バレエやってる人ってね、うん、だから多分なんかセイラちゃんの多分あれバレエの足、バレエがで培った、ああ何やんだか多分美脚なんでしょうね、うん。第3球を投げました。インロー空振り、追い込んでいます。ちょっとここはねしっかりとこれ決めないと、よっしゃ OK、 あーちょっと今の1点悔しいっすね、内野安打打ち取ってるんですけど、中盤まで終了しまして5対1、雲降板、右の浦野、これが23。さあファイターズはどんどんってわけでもないですけど、めっちゃ張り出ましたね。ちょっと雲投手あんまり打ててなかったんで、もう浦野投手が来ましたね。右左違いますけど、ちょっと加藤投手とまあ多少球種似てますね、うん、一発病持ってますね。浦野投手対戦したような気がするな、どうだったかな。第9投げました、1球目ストレート空振り、1球目空振りから投げました、しまった、強振切り替えたのに間に合わなかったし、しかもヒットにはした、いやーヒットにはしたかったな。第9決まったストライク、まずは見送りました。第2球ストライク、早くも追い込まれています。第3球を投げました、見送ってボール、投球これから4球目、ボール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 、よかったよかった、ナイスカット、オフですよね今のはね、多分、いやボールですね、ここです、ラブか、取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターも期待の後継者田村、今日はツーランホームランを打っています。投げた、打ちました、第2球、そういえば乃木坂工事中、規制ごとのチーム対抗戦がありましたけど、面白かったですね、うん、前編後編みたいな感じでありましたけど、やっぱ1期生って強いんですね。やっぱりあれですよね、その多分絆の深さが違うんでしょうね。そのいやもちろん 2,3,4 期生ももちろん絆は深いと思うんですけど、やっぱり期生はちょっとね、もう今本当に長い7年以上ですか、ずっと一緒にいるわけですからね、結局最後の勝負の明暗を分けたのはその固い絆だった気がしますね、うん。第4球を投げた、ストライク、空振り三振、でもなんかああやってこう規制ごとの、まあ、チーム対抗戦とかって感じでやってましたけど、なんかやっぱこうすごい乃木坂のいいところっていうか、まあいいところっていうかだと思うんですけど、自分見ててなんかこの規制だけをこうなんかある規制だけをめちゃめちゃ頑張れみたいな、そんな感覚であんまり見ないんですよね。見ないっていうか見ないようにしてるんじゃなくて自然にそうなるんですよね。いやーよかった、それはつまりどの規制もそれぞれ魅力があるってことだと思うんですよね。そうだから、そこが乃木坂の本当にいいところなんだろうなと思いますけど、うん、まあ、正直多少なんかあれですね、4期生に関してはちょっとやっぱりこうやって何ともやってるから、なんかこうちょっとなんですかね、全然保護者でもないんですけど、ちょっと保護者チックな目線で頑張れ頑張れとかってっていうところはところどころあったんですけど、でもなんか基本的にはもう全然なんかフラットに、うん、見れるんで、まあ、もちろん別になんかいいと思うんですよ、この規制、なんか自分が応援してる規制があって、別にその
ね、フラットに応援しないといけないってこともなくて、それ人それぞれで、応援したい規制があって、もちろんそれはそれでいいと思うんですけどね。うん。これでツーアウト、ランナーありません。自分が言いたかったのは、なんかその、別にフラットに応援してる俺って、ええやろみたいな感じじゃなくて、それぞれの規制にちゃんと魅力があるっていう、まあ、それがつまり乃木坂としての、全体としてのね、多分魅力にもつながってるんだろうなって思うんで、ちょっとまだいけるかなに、でもちょっとスタミナがスタミナなんで、どうなくなったら変えますね。終盤力も効いてきてるんで。いやでも今日ね、こう西川選手と太田選手、結構抑えられてるんでね、いやね、これは、もちろん試合展開としても抑えるっていうのは大きいですけど、まあ、もうね、最近話してますけど、オールスターっていう意味でもね、よし、特にユンちゃんと僅差だったのは西川選手でしたね、どっちかというと太田選手よりも。今日西川選手ヒット打たれてないと思うんで、ああ取れなかった、カウソ、終盤力が効いてドロップの変化が、おっと、えげつないことになってます。あ、ちょっとにゃ、そろそろ、いや、ここなんとか抜いてほしいな。よし、どうかな。あー、これちょっと飛びついても、このタイミングで変えるのもな。一塁へ牽制球を送ります。さあ、9目よし、オッケー。いや、いいっすね。いやー、よく投げてくれましたね。うん。さあ、いよいよ最終回。バッター、10年に1人の逸材、遠藤。投げた。初球空振り。第2球。投げた。打ちました。ちょっとリリーフ陣からなかなか点が。いや、もうちょっとね、点が取れる試合だと思うんですけど、今日は。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは何話の千両役者、早川。第1球投げた、低め、外れてボール。第2球投げました、2球目ストライク。第3球を投げました、ボール。さあ、ちょっとツーアウトですけど、もう1点は取りたいな。投げました、見送ってストライク。投球超えたら5球目。いやー、やばい。ちょっとまあ点差ありますけど、ちょっと油断はねしないように、ここ下位から上位につながれると一気にね、大量得点って可能性もあるんで、じゃあよく投げてくれましたね。ちょっと待ってくださいね。何個三振取ったかな。三振結構取ってましたよね。あ、でも9か。思ったよりだな。あ、スタミナ結構減ってるなと思ったら、やっぱ119球投げてるんですね。この4点差なんで、じゃあ、ひなちゃんいきましょうか。先発の長野、8回1失点の好投でマウンドを譲りました。マウンド上ピッチャーは藤見の大野ひな、今日2人目のピッチャーとして登板です。ファイターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。カーゴ P はなんか皆さん知ってるか知らないですけど、なんかイベントみたいの開いてて、なんかお酒が飲めるみたいな、一緒にみたいな、なんかイベント多分ちょこちょこやってるっぽいんですよ。自分も何回かみたいな気がするんで、なんか1回ぐらい行ってみたいんですよね。そうなんですね。なんか平日が多いんかったと思うんで、休日やってたかな、平日だった気がするんだよな。なんでちょっと、そう、ですね、ちょっと話また戻っちゃうんですけど、先日セラミ見に行ったって言ったじゃないですか。自分金曜日に見に行ったんですけど、11日かな。うん。あの日ってアンダーライブもありましたよね。うん。で、なんか、別に自分、なんていうんですか、アンダーライブを、は別にいいやって言ってセラミに行ったわけじゃなくて、
そのですね、やっぱりこう人によると思うんですけど、なかなかこう平あの前から結構前の時期から平日の予定を立てにくくて非常に、うん、だからアンダーライブとかはそうなんですよ。おー、ナイスガチ、よっしゃ、うん、今日もなんすかね、なんかこう圧勝って感じじゃなかったけど、いやーでもなんか、はい、今日はね、レアがやっぱよく投げてくれましたね、うん、そうっすね、はい、ちょっとね、あの冒頭でも言った気がするんですけど、なかなか防御率が良くなってなかったんで、ちょっとニャーの、ファンの方はちょっと歯がゆい思いしてたかもしれないですけど、まあ、なんとか今日ね、いい姿見せられたかなと思います。いやでももうちょっと点数取れた気がするな。あ、そうだ。ごめんなさい。あ、そうですね。そうなんですよ。アンダーライブとか、こう、ちょっと結構前、例えばですけど、2ヶ月前から、その、ある特定の平日の、なんかこう、そこに行けるっていう確信がなくてですね、自分。そう。だから、アンダーライブって平日が多いじゃないですか。自分、行きたいんです。めちゃめちゃ行きたいんですよ。一回も行ったことないんで。なんですけどね、なかなかこう、いけないっていうのが多くて。で、そう、セラミはなんで行ったかっていうと、セラミは結構、そこそこ寸前に応募したんですよ、自分。うん。で、その時はもう結構、もう本当にセラミューまであとちょっとって時だったんで、なんかもう平日の予定とかも大体見えてたんで、だから行けたんですよね。そうなんですよ。だから、なんか、本当は自分も土日見に行こうとしてたんですよ、セラミュー。だから、土日だったらまあ、なんとかなるかな、みたいな感じなんで。まあ、土日もダメな日もありますけど、そう。で、今回たまたまね、平日見に行ったら、まあ、結局、今回、土曜はね、台風で、土曜2公演予定されてたんですけどね、それが2つとも中止になって、まあ、日曜も1公演中止になったんですよね。うん。だ本当に自分、今回は、そういう意味では、ついてたんですよね。本当に、再公演とかもなかったんで、うん。まあ本当に土日行きたくてね、行けなかった人もたくさんいるんでね、うん、本当にあれですけど、まあ行けなかった人もですし、やっぱりその実際に出てた乃木坂のメンバーの5人と、あとまあ他の演者さんもそうですけど、その方たちがね、本当に一番こう、まあ、悔しかったというか残念だったと思うんでね、うん、やっぱり一生懸命やってきて、なかなかこうね、そうやって中止、まあしょうがないんですけど、しょうがないんですけどね、うん。はい、ということで、いやー、なんとかね、やっとか、そうですね、ちょっと、このファイターズ戦もね、いい感じで来てるんで、次回ですね、勝てばね、またいい感じで、ちょっと、やっぱりライオンズも勝ってるんで、マジックもなかなか減ってはいかないですけど、うん。はい。まあ、そろそろ。というか、この後は、そう、4連休があるんでね。はい。次やるとまたしばらくね、休みなんで。はい。なので、まあ、次回は、あれですね。ピッチャー陣は結構スタミナを使い果たしてもね、大丈夫だと思うんでね。はい。いやー、でも、まあ、今日もね、勝ってたんでよかったですね。はい。じゃあ、今回ここまでになります。ご視聴ありがとうございました。